ビートルズ・ビートルズの曲名一覧 I Need You.I Need You はビートルズの楽曲である。1965年に発売された5作目のイギリス版公式オリジナルアルバム Help に収録された。作詞作曲はジョージ・ハリスンでハリスンにとって2作目の公式発表曲となった。ビートルズ主演の映画 Help。4人はアイドルでは ソールズベリー平原で撮影された屋外でのレコーディングのシーンで使用された。I Need You は1966年1月にハディスンの妻となったパティボイドに向けて書かれた楽曲。1965年2月にレコーディングされた本作はビートルズでは初となるギターのボリュームペダルが使用された楽曲となっている。2002年11月に開催された ハリスンの追悼コンサート、コンサート4ージでは、トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズが演奏した。ハリスンは、1965年初頭に、映画、ヘルプ。4人は、アイドルのために、I need you と you like me to match の2曲を提出した。1963年に、ハリスンが初めて書いた、Don't Bother Me のレコーディングが行われ、 同年に発売された With the Beatles に収録されたが、それ以来ハリスンは曲を完成させることに苦労していた。1964年9月の記者会見で、ハリスンは3曲の断片を書いたけど、完全体のものはないと語っている。プロデューサーのジョージ・マーティンは、ハリスンの生産性の低さについて、誰も彼が書いた曲を気に入ってくれなかったことに、起因するとし、ハリスンが、 意気消沈していたことを明かしている。その後、ハリスンはバンドのアルバムでボーカルを務める際には、レノン・マッカートニーの楽曲やカバー曲ではなく、自ら作詞作曲を使うことを決意。電気作家のゲイリー・ティラリーは、ハリスンの創造性について、1964年8月にビートルズがボブ・ディランと初めて会った時の名残で、常用していたマリファナに触発された可能性が高いと、 見ている。ハリスンは映画ビートルズがやってくるや、やと、やと、を撮影していた1964年3月に出会ったパティ・ボイドを題材に I need you を書いた。ボイドとの交際はビートルマニアの熱狂の中でハリスンに落ち着きを与えていたが、ボイドはバンドのファンから嫉妬心を抱かれていた。本作の歌詞は彼女が ハリスンの元を去った時のことを歌っている。本作のレコーディングを行う数日前に、ハリスンはウェイブリッジのジョン・レノンの自宅で、レノンと共に、I Need You と You Like Me To Match の作業を行っていて、1965年2月11日に行われたリンゴスターとモーリーン・コックスの結婚式の当日の早朝まで作業は続いた。I Need You は A メジャーで演奏される。 リードギターの家電差にはボリュームペダルが使用されている。本作はシンコペーションの効いたメロディラインやメロディの得意性などハリスンの作曲スタイルにおける典型的な特徴を持っている。作家のイアン・イングリスはそのリズムと音色の構造はこの曲がハリスンの曲であること明確に示している。同時にそれは紛れもなくビートルズの曲でもあると述べている。 本作の歌詞は、ハリスンがラブソングの標準的な少年少女のテーマを受け入れている珍しい例となっている。音楽学者のアラン・ W ・ポラックは、本作の歌詞について、ジョージが最も弱々しい姿を見せているとしている。イングリスは、歌い手の率直さとアップビートなテンポなどが、相まって絶望的な状況ではないなく、リスナーは彼女が戻ってくると確信できるという見解を、 示している。ビートルズは1965年2月15日と16日にロンドンにある EMI スタジオで I Need You のレコーディングを行った。ビートルズにとってその年の最初のレコーディングセッションであり、同日には涙の乗車券とアナザーガールのレコーディングも行われた。この3曲はいずれも2月23日に幅まで撮影が開始された。 ヘルプ。4人はアイドルで使用された。本作はビートルズが初めてギターのボリュームペダルを使用した楽曲となっている。このエフェクトはワウペダルの先駆けであり、セッションギタリストのビッグ、ジムサリバンがデイブベリーのザ・クライング・ゲームやワンハート・ビートウィーン2で使用して間もなくのことだった。ハリスンはボリュームペダルを使用したパートをリッケンバッカー360。 12で演奏し、後日レコーディングが行われたレノン作のイエス・イット・イズでも同じエフェクトを使用した。2006年に出版されたレコーディング・ザ・ビートルズでは EMI の4トラックレコーダーが捉えることができた暖かく充実したサウンドの一例として本作を取り上げている。ジャーナリストのキット・オトゥールは本作のリードギターのエフェクトや その他のフォークロックの素質がバーズに影響を与え、そのサウンドがビートルズに影響を与えることになったという認識を示している。映画、ヘルプ。4人はアイドルでの本作のシーンはストーンヘンジ付近で撮影された。I need you のシーンは5月3日から5日にかけて撮影され、ウィルトシャーのソールズベリー平原でバンドが曲に合わせて、 マイム演奏する様子で構成されている。映画の撮影が開始されて以来、ビートルズとりわけ、ハリスンとレノンが長編映画で期待されていたパブリックイメージから遠ざかるような出来事が起こり、バンドの考え方に大きな影響を与えていた。これらの出来事の中でハリスンは、バッハまで地元のヒンドゥー教の学者から、コンプリートイラストレーデッドブックオブヨガをプレゼント、 されたことから、インド哲学に興味を持ち出し、3月下旬には、レノンとボイド、レノンの妻であるシンシアと共に LSD を初めて体験し、4月にロンドンで行われたレストランのシーンの撮影時に、初めてシタールを知ることとなった。ティラリーは、1965年は、ハリスンの人生における最も重要な一年であり、LSD は、 彼の永続的な精神的な悟りの探求への扉を開いたと述べている。アイニードユーのシーンでは屋外でのレコーディングセッションが描かれており、間に合わせのコントロールブースとマイクが空き地に設置されている。映画においてスターが謎のカルト教団から標的にされていることから、ビートルズはイギリスの第三王立戦車連隊の保護下に置かれ、 兵士や戦車に囲まれた中で演奏している。撮影当時は寒く、映画内ではスターがドラムセットの後ろで震えている様子が確認できる。1965年8月6日にパールフォンからヘルプが発売され、アイニードユーは悲しみはぶっ飛ばせとアナザーガールの間の4曲目に収録された。マーティンは本作についてとてもうまくいったとし、彼は ソングライターとして何か言いたいことがあるようだからこのまま続けてほしいと語っている。ビートルズの歴史をもとにしたウィリー・ラッセルの1974年の戯曲ジョン・ポール・ジョージ・リンゴ・アンドバートでは1966年にバンドがツアー活動を終えることを決めたことを受けてブライアン・イプスタインのキャラクターが本作を歌っている。I Need You は ビートルズの解散から7年後の1977年に発売されたコンピレーションアルバムラブソングスにも収録されている。ビートルズの電気作家のジョナサン・グールドは I need you について控えめで穏やかなラブソングとし、レノン・マッカートニーのスタイルで曲を書こうとする現代のソングライターの作品に似ていると評している。マーク・ハーツガードはキャッチーなポップチューンとし、 ハリスンが、レノンとマッカートニーが、初期の頃にやっていたような、無邪気でありながら心地よい様式を持ったソングライターに、成熟したことを示していると評している。2004年版の、ザ・ローリング・ストーンアルバムガイドに寄稿した、ロブ・シェフィールドは、I need you と you like me to match, を、人々に知られている、最も素晴らしいジョージの曲と評している。一方で、ポップマターズの編集者である、 ジョン・バーグストロームは2009年に発表したザワースト・オブ・ザ・ビートルズと題したリストで本作を取り上げハリスンのボーカルについて愛に満ちた歌詞が誠実であるにもかかわらず平坦で自信なさげギターのボリュームペダルの使い方について初歩的と断じた同年に発売されたヘルプのリマスター版についてペーストしでレビューしたマーク・ケンプはハリスンはここで 手強いソングライターとして登場し、I need you と you like me to match では主役になっていると述べている。オールミュージックのスティーブントマス・アールワインは、ハリスンの2曲は、レノンとマッカートニーのオリジナル曲には及ばないものの、多くのブリティッシュポップスと比べても、遜色のないものとなっていると評している。ジョージ・マーティンがセッション中に残したメモには、以下のような編成が記されていた。 ジョージ・マーティンは1965年にビートルズの楽曲をオーケストラで演奏したアルバムヘルプ、に本作のインストゥルメンタルバージョンを収録している。サンシャイン・カンパニーは1967年に発売したアルバムハッピー・イズ・ザ・サンシャイン・カンパニーにジョージ・ティプトンがアレンジを手掛けたカバーバージョンを収録した。トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズは 2002年11月に開催されたコンサートジョージでハリスにへの敬意の印として I need you を演奏した。イアン・イングリスは同コンサートでのティお及びバンドのアレンジについてロジャー・マックキンを彷彿とさせるキレのあるボーカル、ハーモニーシンギング、鐘が鳴っているようなギター、ビートルズのオリジナルよりも遅いテンポなど1960年代半ばの バーズのスタイルを驚くほど正確に再現していると評している。スティーブ・ペリーは2018年に発売したアルバムトレーシズで I Need You をカバーしている。ペリーは自身のカバーバージョンを発売する前にハリスンの未亡人であるオリビア・ハリスンに承認を求めており、その際にオリビアからジョージはこのバージョンを愛していたでしょうと告げられてほっとしたと振り返っている。 ありがとうございます。